今朝鮮半島で揉めてたりしてるじゃないですか。で平和条約結べるところは結んでおかないと、北朝鮮かもう何してくるか分かんないんで、4島返還が一番いいと思うんですけども、ただそれがもう何十年もずっと動かなかったところが今回ちょっと動き始めたところもあるので、2島だけでも返還できればというのも一つの考えではあるのかなって感じです。やっぱり世界の平和でしょうね。特に北朝鮮になんかもね、影響力を持ってるから、非核化に持っていくには、ソ連も、そっちの方に協力をしてやっていけば実現をするんじゃないかと。全部返してもらわなあかんのちゃう。勝手に戦争仕掛けてしてかすめとったんやから。ロシアの術中に陥ってほしくないんですよ。政局を意識した決定をしそうな気がして嫌なんですよ。実況しとね、もうロシア人が住んじゃってるじゃん。日本人じゃ考えられない作詞だね、やっぱりね。最終的に4島返還がどの程度約束されるか、それ次第だと思います。ただ早急にそれを進めてしまうと後からいろんなこと変わってしまうので、簡単にはやるべきではないと思います。2島でもいいから返してくれるんであればね、平和条約結んだ方がいいとは思うんだけれども、帰ってこないででも平和条約だけ結ぶっていうのは、一方的になんか経済だけね、持ってかれるような気がしてならない。はい、ということで、今年初めての日露首脳会談がもう間もなく行われると、これにあたりまして、日露平和条約、締結すべきだと思いますかを新橋で、お伺いしました。締結すべきだと答えた方が41人、 82%、 そしてすべきでないと答えた方が4人、 8%、条件次第であると答えた方が5人、10% ということで、まあ結果的に見ると8割の方が締結すべきだと思うと答えたということです。この取材の段階では日朝首脳会談が1月21日に行われると報道されたんですけれども、その後1月22日に、安倍さんとそしてプーチン大統領が話し合うということになりました。さてこの8割の方が日露平和条約を締結すべきだと思うと答えた、これをどう見るか、前回ですね、2016年9月に同じ新橋で日露関係についてお伺いしたときは、日露関係を強化すべきだと答えた方が 66%、距離を置くべきだと答えた方が 21%、 どちらとも言えないと答えた方が 12%、ということで、前回の調査のときより今回の方が日露関係を強化すべきだという方向で答えている方が多いと、まあざっくりとそのように言えるのではないかと思います。まあ、インタビューでもねちょっとありましたけれども、賛成の方、反対の方、あるいは条件付きの方、まあ、いろんな考え方がですねあって、ああまあそりゃそうだなと、まあ、私もですね、うなずくものが多かったです。その意味では非常にですね、日本のその方々が非常に冷静にこの日露関係を国際情勢との絡みの中でしっかり見ているということ、また歴史的な文脈の中で見てるということ、こういうことをですね、感じました。まあ非常に難しい問題なんですけれども、まあ、これに、関しましてですね、日本の河野外相とロシアのラブロフ外相が事前に、会いました。でその中でロシアのラブロフ外相からは、その第二次世界大戦の結果として北方領土は ロシアのもの、まあ、ソ連のものになったんだと、もうこれがもう全ての前提だということで、まあ、この日本にとって不法に北方領土をこう占拠されているという、そういうことは認められないという強い強いですね、調子でラブロフ外相が主張しました。まあ、これに対してですね、まあ河野外相の方からじっくり腰を据えて議論しようということでありまして、まあ、日本のマスコミは日露の間は溝が深いと、まあ、こういうですね表現で大体一致してた方だと思います。もうですね、前面から自分たちの主張をまずは出し合ってガチガチだと、もうこうガチンコでやると、これはね、私、まあ、外交というものは武力をもってしない戦争とも言われるので結構だと思います。しかしそれによって溝が深いというふうに溝の深さだけを強調するのではやはり足りないと。確かに溝は深いです。しかし
このザ・ファクトで何回も言っているように国際情勢は大きく変化してきています。何よりもですね、今インタビューで答えていらっしゃった皆さん、北朝鮮のまだまだ不安定な状態もあります。さらに中国の脅威というものがもう20世紀と21世紀では全然違ってきてます。その時に日本の安全をもちろんアメリカとその守り合いと同時に、中国にとってやはり最も怖い国の一つであるロシアと手を結ぶという必要性はやはり高まっているのではないかと思います。ロシア側の懸念はですね、やはり北方領土にアメリカの米軍基地が来るんじゃないかと、これを心配しているというのはですね、何度も何度も言われてますけども、これに関してはつい最近もアメリカのこの日本における最高司令官が北方領土に基地を米軍基地を置くつもりはないと、こういう趣旨の発言をしています。まあ溝は深い、しかし埋めることのできない溝は私ないと思います。さらに言えば目前の最も大きな危険に対して、ある意味でその水を飛び越えてでも手を結び合うという必要性はあると思います。1956年の日ソ共同宣言のこの趣旨に従いながら、日ロ平和条約を結ぶ、そして、まずは二島返還プラス択捉国後での日ロ共同経済活動を始めるというこの、二島返還プラスアルファ論でもって日ロ平和条約締結に向かった方がやはり今の日本の国益には可能ではないかと思います。